和歌山市立西浜中学校は、和歌山県和歌山市西浜地区にある市立中学校。埼下小学校、高松小学校、埼下崎小学校などの卒業生が進学する。新館、南館、北立、運動場、体育館、体育系部室の各建造物により成り立っている。特別教室と教育関係室は、以下の通りである。 1>, 1階、職員室、校長室、事務室、印刷室、販売、給湯室、放送室、多目的室2階、美術室、美術準備室3階、視聴覚室1階、相談室、第1学習室、公務員室、個別準備室、保健室2階、第5学習室、進路室、三年職員室、第2学習室、柔道部3階、第2相談室、 コンピュータ室1階、金衡室、技術準備室、木工室、家庭準備室、第2木工室、第2理科室、理科準備室、理科室。2階、カウンセリングルーム、生徒会室、第2生徒会室、社会室、ダンス部、図書準備室、図書室3階、音楽準備室、第2音楽室、被服準備室、被服室、第2音楽準備室。 第2音楽室、第2美術準備室、第2美術室体育教官室和歌山バス、和歌山工業高等学校バス停より、北へ徒歩約5分。東高同窓会により結成された市民団体、水県の浜に松を植える会は、校区内にある給水県駅を歴史公園に整備する活動を行っている。2009年2月から3月に、松の食事を、 2009年8月にドッグランの設置を行っている。和歌山県公式サイト和歌山県政ニュース2009年2月17日付、木木木に森づくり基金活用事業により水県の浜で植樹が行われますニュース和歌山2009年1月7日付、水県の浜面影現在に、和歌山新報2009年8月26日付水県の浜跡地にドッグラン。 ありがとうございます。